グリーンベール駅とは、ロングアイランド鉄道のオイスターベイ支線の駅である。この駅は公式には、グリーンベールのオフヘレンストリート、グレンコーブアベニューとグレンコーブロードの間にある。グリーンベール駅は、当初2866年7月21日に、主に牛乳を配達するために使用された、貨物専用駅、ウィークス駅として建設された。乗客は1875年に、 同駅で一時的に許可され、その後1880年代の5日に再開された。ある時点で同駅はグリーンウェールに改名した。旅客駅としての設備は屋根付きのホームのみであった。1891年5月17日、天鉄機にひずめを取られた馬と衝突した機関車により、破壊され、その馬と乗務員2人が死亡した。結局その駅は痴漢された。 2000年、バリアフリー及び将来電化された際の車両更新を見越し、ホームがか上げされ、上下両方のホームに新たな屋根が設置された。この駅は高床の短式ホームを2面有し、どちらも有効長は4両である。一番線に隣接する西側のプラットホームは通常、南行き、またはニューヨーク行き列車が使用する。 2番線に隣接する東側のプラットフォームは通常、北行きまたはオイスター米行き列車が使用する。オイスター米支線はこの場所では2000である。ありがとうございます。